おもちゃの公共曲は、オーストリア、チロル地方出身の作曲家で、ベネディクト会の神父エドムントアンゲラーが1770年頃に作曲した、いわゆるバークトールズ・ガデン・ミューシックと呼ばれる、三楽賞からなる小公共曲、子供の公共曲とも呼ばれる。この公共曲が最初に出版された時、作曲者としてハイドン、またタイトルとして、 子供の公共曲が出版社の判断で付けられた。おもちゃの公共曲は英語圏でのタイトルトイ・シンフォニーに由来する。本作の作曲者が判明するまでには右与曲折を経ている。本作は18世紀からフランツ・ヨーゼフ・ハイドンの作品として知られていた。しかしハイドンによる自筆符が存在せず、またこの公共曲の成立に関する手紙等の二次資料がないため、 確証は得られていなかった。また、ハイドンの他の作品と比較して本作はあまりにも単純であり、伝園的であるため、早くから自作説が有力であった。推測されていた作曲者は、ハイドンの5歳年下の弟、ミヒャイル・ハイドンであった。ミヒャイルは、ザルツブルク在住でモーツァルト親子とも親交があり、モーツァルトの最後の公共曲第39番、第40番、 第41番のモデルとなる公共曲を作曲していた。しかし、ミハイル・ハイドンであるという説も確証は得られなかった。なお本作がモーツァルトの作品であるという仮説も一時はあった。1951年、モーツァルトの父であるレオポルト・モーツァルトの作曲とされるカッサシオンがエルンスト・フリッツ・シュミットにより、バイエルン州立図書館から発見され、その一部が おもちゃの公共曲と同一であることが判明した。レオポルト・モーツァルトの作品はほとんど後世に伝わっていないが、本作が彼の作品であるというニュースは、世界中の研究者や音楽ファンから納得を持って受け、入られた。こうした経緯により一時は、本作がレオポルト・モーツァルトの作品であるという説が定着していた。1992年に、 オーストリアのチロル地方、シュタムス修道院の音楽蔵書の中から、1785年頃、当院の神父ステファン・パルセッリが射布した、おもちゃの公共曲の楽譜が発見された。そこには同じく、チロル出身で、今日全く忘れ去られた、作曲家、エトムント・アンゲラーが1770年頃に、作曲したと記されていた。 エトムント・アンゲラーの活動とこの公共曲の作風、あるいは木製玩具の製造地であるバイエルン州の著名な保養地ベルヒテスガーデンがほど近いことなどから総合的に判断して、今日これを覆すだけの説は出ていない。なお、ベルヒテスガーデンの木製玩具は18世紀のヨーロッパでは広く知られており、今日なお名産品となっている。ヨーゼフ・ハイドンの公共曲として出版されている。 パルセッリシャフボ本に基づく新編集のエトムント・アンゲラー作曲のおもちゃの公共曲、あるいはアンゲラーの音楽劇、オラトリオなどの楽譜が閲覧可能。演奏時間は反復をすべて言っても約10分ほどである。時には子供がオーケストラの中で実際におもちゃを演奏するということも行われる。ただしこの事実はアンゲラー作曲説が1992年になって、 突然現れたということを意味しない。それ以前に、モーツァルトやハイドンの研究で有名な音楽学者、H.C. ロビンス・ランドンが、アンゲラーの署名入りの楽譜を発見しており、日本にも1960年代半ばにはその、情報が入ってきていた。例えば、シトリ a 八郎著世界の名曲とレコードクラシック編上巻でこの、問題が取り上げられており、心し取りは、同書の中で、 今後も、あるいは二点三点するかもしれないとしながらも、微笑ましいエピソードを思うとき、せめて作曲者名が確認されるまで、ハイドンの名前をそのままそっと残しておきたいとして、作曲者は、ハイドンとし、月で、レオポルトモーツアルトとしている。パルゼッリのシャフボンの表紙を閲覧できる。ありがとうございます。